ブルックリン・ネッツ、ブルックリン・ネッツ、ブルックリン・ネッツは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークブルックリンクに、本拠を置く、全米プロバスケットボール協会のチーム、イースタンカンファレンス、アトランティック・ディビジョン所属。チーム名のネッツは、バスケットのゴール、ネットの意味を持ち、創設時に、同じニューヨーク市にあった MLB のメッツ、NFL のジェッツとインを踏んでいる。 1977年にニュージャージーに移転して以来、ニュージャージーネッツと名乗っていたが、2012年に本拠地をブルックリンに移し、ブルックリンネッツに改称した。現在のブルックリンネッツの原型となるチームは、1967年にプロバスケットボールリーグ ABA 発足時にリーグに参加したニュージャージーアメリカンズで、ニュージャージー州ティーネックを本拠地にしていた。 翌年チームはニューヨークのロングアイランドに移転し、ニューヨークネッツと解消した。ネッツという名称はメジャーリーグのニューヨークメッツ、NFL のニューヨークジェッツとインを踏んでいるということで選ばれた。創設から数年間はディビジョンで回から注意ほどの順位だった。1972年にはディックバリーを要して ABA ファイナルへ進出するもインディアナペーサーズの前に敗退した。 その年のオフにバリーはチームを去るが、翌1973年にドクター・アー・ジェの愛称で知られるスター選手のジュリアス・アービングをトレードで獲得。アービングは1年目から MVP に輝く活躍を見せ、ファイナルではユタスターズを破り、ネッツは初めてのタイトルを獲得した。1976年にもアービングは MVP を受賞、ファイナルでは デンバーナゲッツを倒し二度目の優勝を飾った。かねてから興行が振るわなかった。ABA は1975から76シーズンを最後に解散し、ネッツはナゲッツ、ペイサーズ、スパーズと共に NBA に加わった。この年ネッツはニューヨークからハドソン川を越えたニュージャージー州へと移転し、チーム名をニュージャージーネッツと改めた。 NBA への参加に際し、ネッツは300万ドルの加盟料を支払う義務を負い、市場が重なるニューヨークニックスにも保証金として480万ドルを支払わなければならなかった。そのためネッツは、ジュリアス・アービングをフィラデルフィア・セブンティシクサーズに金銭トレードで放出するという苦渋の選択をする。300万ドルと引き換えに、チームの大黒柱を失ったネッツは、 その後長らく低迷することになった。ネッツのシーズン成績は数年にわたり勝率5割に届かず、たまにプレーオフに進出できたシーズンもそこで勝ち星を上げられなかった。ダリル・ドーキンス、バック・ウィリアムスらに率いられた1984年には NBA 加入後初のプレーオフに進出して、前年のチャンピオンのフィラデルフィア・セブンティ・シクサーズに一回戦で勝利し、 インファレンスセミファイナルまで進んだが、ミルウォーキーバックスに2勝4敗で敗れた。84から85シーズンは42勝40敗だったが、プレーオフ1回戦で、デトロイトピストンズの前に3連敗で終わった。続く7年間は、プレーオフに進出できず、8年間は勝ち越せなかった。1990年代初頭、ネッツはドラフトで、デリック・コールマン、ケニー・アンダーソン、 ポートランドトレールブレイザーズからのトレードで奴隷前、ペトロビッチを獲得し、名称チャックデイリーに引き入られて、約10年ぶりに43勝39敗と、勝率5割に到達した。しかし、プレイオフでは1回戦を5試合まで戦い、復調を予感させて、シーズンを終えた矢先の1993年6月、ペトロビッチが交通事故で死去するという不幸が起きた。 翌シーズンには45勝37敗と前、シーズンより勝ちを増やしたもののプレーオフでは1回戦で敗退、レイリーは監督職を退いた。翌1994から95シーズンは30勝52敗と負け越し、プレーオフを逃すと、アンダーソンとコールマンはチームを去り、ネッツは再編の時代に入った。1九9六年にドラフトでケリー・キトルズ。 シーズン中にトレードでサムキャセール、翌シーズンのドラフトでキースバンホーンを獲得した。ネッツは1996から97シーズンの開幕戦で日本を訪れ、オーランドマジックと2試合を行った。96年より大学界の名称ジョンカリパリを監督に迎え、このシーズンは大きく負け越したものの、翌シーズンは43勝39敗と勝ち越し、 しかし続く1998から99シーズンの序盤で黒星を重ねたカリパリは解任された。シーズン途中でキャセールとのトレードでステフォン・マーブリーを獲得したが、このシーズンも負け越しで終わった。2000年にはジェネラルマネージャーに元 NBA 役員のロッド・ソーンが就任。この年のドラフト全体1位でケニー・オン・マーティンを指名。翌年には リチャード・ジェファーソンを獲得した。そして最も大きな動きとなったのが2001年のシーズン終了後にマーブリーとのトレードでジェイソン・キットを獲得したことだった。リーグ屈指のポイントガードであったキットを獲得したもののキット以外の目立った選手の補強はなかったため戦前の評価は低かった。しかしキットは優れたリーダーシップを発揮しチームに染みついた。 負け犬根性を取り払い開幕から勝利を重ねネッツは東地区屈指の強豪に急成長。勝ち星を前シーズンの倍となる52勝をマーク、リーグに驚きを与えキットはシーズン MVP 投票で2位となっている。プレイオフではネッツが NBA に参加して初めて NBA ファイナルまで進出したもの、ロサンゼルスレイカーズに0勝4敗で完敗した。 翌シーズンのネッツは、バンホーンらとの交換で、ディケンベムトンボを獲得し、インサイドを強化、プレーオフでは再び、NBA ファイナルへ進出したが、この年は、サンアントニオスパーズに2勝4敗で敗退した。以降のネッツは、新たに台頭した、デトロイトピストンズなどに押され決勝進出を果たして、いない。2004から05シーズン開始前に、チームは、 キトルズとマーティンを放出し、2002年のドラフトで指名下根などクリスティッチを加え、さらにシーズン途中にビンスカーターを獲得して新たな体制を整えた。しかしこのシーズンは5割をわずかに超える勝率に止まった。05から06シーズンはクリスティッチの成長やチームケミストリーの向上もあり6割近い勝率をマークしたが、 翌く06から07シーズンは故障者を抱えたこともあり、キット移籍以降最低勝率で終わったが、プレーオフには6シーズン連続で進出した。07から08シーズンに入ると、勝率の低下はより顕著となり、このシーズン中に長らくチームの大黒柱であったジェイソン・キットが移籍し、ここにキットとカーター、ジェファーソンのビッグ3構想は、 周囲が期待したほどの成果を上げられぬまま解体され、プレーオフへは出場できなかった。08から09シーズン前に、ジェファーソンが09から10シーズン前に、カーターを放出し、ビッグ3構想は完全に解体された。その後、デビン・ハリスやブルック・ロペスを中心に再建状態に入った。09から10シーズンは、来シーズンのレブロン・ジェームズを筆頭とした。 有力 FA 選手の獲得に向けて、さらに戦力の整理を続け、リーグ最低の戦力レベルとなった。そのため、開幕18連敗の NBA ワースト記録を更新し、1972から73シーズンにフィラデルフィアセブンティー・シクサーズが記録した9勝73敗のシーズンワーストの勝率記録を更新する懸念が生まれた。しかし、 残った選手が意地を見せ3月29日のサイアントニオスパーズ戦で10勝目を挙げ、シーズン最低記録を免れた。2004年、不動産業者のブルーズ・ラトナーが3億ドルでネッツを買収し、翌2005年にニューヨーク市ブルックリンクに本拠地を移す計画を発表。資金繰りの問題から計画は遅延したが、2009年にロシア人実業家のミハイル・プロホロフが2億ドルの 出資でチームの80%を取得したことで計画が再起動。2010年3月には新本拠地となるバークレイズセンターの建設が始まった。なお、出資者にはラッパーでブルックリン出身の JZ も名を連ねている。2012年にブルックリンへの移転が完了し、チーム名は正式にブルックリンレッツとなった。ブルックリンドジャーズが1950年代に ロサンゼルスへ去って以来久々のブルックリンを拠点とするジャー球団の誕生であった。この際に従来のチームカラーから1950年代にブルックリンを走っていた地下鉄の行き先表を思わせる黒と白のチームカラーに変更され JZ がデザインした新しいロゴマークも公開された。この大胆なブランド変更によりチームのグッズの売り上げは大幅に増大している。 開幕戦はトロントラプターズ相手に107から100で見事にブルックリンネッツとして初勝利を収めた。11月は11勝4敗と上場の出だしであったが12月に入ると5勝11敗と負け越し HC のエイブリー・ジョンソンを解任。アシスタントコーチの PJ ・カーリ氏も暫定 HC に就任させると事態は好転し1月は11勝4敗。 ブルック・ロペスがオールスターに初選出された。後半戦も、ジョージョンソンのアウトサイド、ロペス、アンドレイ・ブラッチのインサイドで、バランスの取れたチームとなり、イースタン4位となり、プレーオフに進んだが、ファーストラウンドでシカゴブルズに3勝4敗で敗れた。2013年6月13日、引退を表明したばかりのジェイソン・キットの HC 就任を発表した。さらに、 ボストンセルティックスとの9選手が絡む大型トレードで、ポール・ピアース、ケビン・ガーネット、ジェイソン・テリーを獲得した、見返り、ジェラルド・ウォーレス、クリス・ハンフリーズ、マーション、ブルックス、クリス・ジョセフ、キース・ボーガンスと、2014年、2016年、2018年のドラフト一巡目指名権を譲渡した。また同日に、FA となっていたアンドレキリレンコと2年契約を結んだ。 レギュラーシーズンを44勝38敗、カンハレンス6位でプレーオフに進出し、ファーストラウンドは第3シードのトロントラプターズを最終第7戦の勝利でアップセットしたが、セミファイナルでマイアミヒートに1勝したのみで敗退した。そしてジェイソン・キッド HC はミルウォーキーバックスの HC に転身し、ポール・ピアースはワシントン・ウィザーズに移籍した。 2014から15シーズンは HC にライオネル・ホリンズを招聘し、新たなスタートを切ったが、最終的には38勝44敗に終わり、プレーオフには、ロージュて第8シードで出場したものの、アトランタ・ホークスに2勝4敗で屈した。デロン・ウィリアムスを放出した2015から16シーズンは、さらにチームの弱体化が進行し、開幕スタートにも失敗。 結局、ライオネル・ホリンズ HC は2016年1月10日に、解任、GM のビリー・キングも解任され、新 GM に、ショーン・マークス、アシスタント GM に、トラジャン・ラングドンを任命し、再建することになった。新 HC に、ケニー・アトキンソンを招聘し、ジェレミー・リンと契約するなど、新たなスタートに挑んだネッツだったが、目玉のリンは、早々に不詳で、 戦線離脱。リンの離脱後は見るべきものもなく、結局ブルック・ロペスの奮闘も虚しく、リーグワーストの20勝62敗という散々な形でシーズンを終了した。さらにシーズン終了後には、ニュージャージー時代からの中心選手だった、ロペス放出に踏み切り、レイカーズから2015年ドラフト2位のデアンジェロ、ラッセルを獲得した。通算勝敗1、782に、 358、プレイオフ99112、469、ふとし文字、伝道入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。